皆さんこんにちは。家で家族でけん玉チャレンジ講師の新井健太郎です。前回の放送ではけん玉で遊ぶことによる精神的肉体的な効果についてお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。実は奥が深いけん玉の世界にもう少し興味を持っていただけると嬉しいです。さて今回から応用編がスタートしていきます。第4回までにけん玉の基本的な持ち方や大皿、小皿、中皿などお皿に乗せる技を中心にご紹介していきましたが、今までの基礎をしっかり踏まえた上で応用編を挑戦していただければと思います。応用編最初の技が、ヨーロッパ一周になります。こちらの技は今までやってきた基礎編の復習を兼ねて練習していただければと思います。今回のヨーロッパ一周は大きく分けて3つの動きが合わさってできる技になります。こういった複数の技が組み合わさってできる技を練習するときには、一つ一つの技を分解して練習していきましょう。ヨーロッパ一周は小皿から剣、大皿から剣、中皿から剣、この3つの動きが合わさってできる技になるので、まず最初に下から小皿に上げて刺すという練習から始めてみてください。下から上げた時に穴の位置がいい場所に来ないという方は、手で小皿に玉を乗せて刺すという練習をしてみてください。この動きは他のお皿も全て同じ動きになるので、小皿と剣ができるようになったら、次は大皿と剣、そして中皿と剣、手乗せができるようになると下から上げて刺す、中皿も下から上げて刺すという形で分解して練習して、個々の成功率が上がってきた時に小皿から剣、そして大皿から剣、中皿から剣という感じにつなげて練習していってみてください。それでは実際に一緒にやってみましょう。手で小皿に玉を乗せて刺す、小皿に玉を乗せて剣に刺す、小皿に玉を乗せて膝を曲げてまっすぐ上に上げる。では続いて大皿、大きいお皿に乗せて膝を曲げてすぐ上に、膝を曲げてまっすぐ上、剣の先っぽはいつも真上を向いているように意識してやってみてください。では最後に中皿、玉を置くときは必ず穴が自分の方に向いているようにしてやると成功率が上がります。では実際に下から玉を上げて全体の流れをやっていきましょう。小皿に乗せて剣、大きいお皿に乗せて剣、中くらいのお皿に乗せて剣、もう一度やってみましょう。小皿、剣、大皿、剣、中皿、剣。次の技は今まで剣を持ってやる技を中心にご紹介しましたが、次は玉を持ってやる技、飛行機になります。まずこの技を習得するために必要な玉の持ち方をご紹介します。玉の半分を持ち、穴がしっかり真上を向いている状態で振り子のように剣を振ってみてください。そうすると斜め45度、このぐらいの距離に来た時に糸が一番張っている状態の
ポイントがあります。そこに来た時に剣をまっすぐ自分の方に引くと剣先が戻ってくる、この形になります。まず最初は振り子のように振ってもらって、前に行ったタイミングで1、戻ってくる時に2、3の時に脇を自分の方にしっかり締めると剣がまっすぐ返ってくるようになります。1、2、3で脇を締めて自分の方に剣が返ってくる時に待つという形が飛行機の流れになります。この時の大きなポイントは、剣が前に行った時、ここの空いている脇をまっすぐ自分の方に引き戻すことが重要です。この時に手も一緒に上に上がったりすると剣が高くなりすぎたりするので、しっかり自分の脇を締める感じにまっすぐに自分の方に返すようにやってみてください。慣れてきた方は左手で剣を持ち、離して一番糸が張っているポイントで脇を締めて自分の方に戻すというやり方に挑戦してみてください。それでは実際に一緒に練習してみましょう。まずは振り子の要領で1、2、3で引き戻す。もう一度いきます。1、2、3でまっすぐ脇を締める。1、2、3、この要領でやってみてください。この動きに慣れてきた方は次は左手で剣を持って離して上げる。この時もリズムを意識してみてください。1、2、3、このリズムになります。1、2、3、ぜひ一緒にやってみてください。今日の一技、今日の一技は今までにやった技と、また今日最初にご紹介したヨーロッパ一周にもう一技プラスした宇宙一周という技になります。宇宙一周は今日やったヨーロッパ一周、小皿から剣、大皿から剣、中皿から剣、その前にフライパンという技、剣玉のこの剣の先っぽに乗せて刺すというフライパン剣という技が一つ加わった技になります。今日の復習も兼ねてぜひ挑戦してみてください。応用編第1回目いかがだったでしょうか。今までの基礎編を踏まえてこれからは応用編として少し難しい技に挑戦していきますが、ぜひ一緒にやっていきましょう。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしています。